どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、縛っても頭が痛くならないヘアアレンジを紹介します。はい、ということで、結んだりとかしたら、この結んだそのゴムの部分あるじゃないですか、あそこがすごく痛くなったりとか、ゴムがつれて痛いっていうことが結構あるかなと思うんですけど、今回のアレンジはそういうのが一切ないヘアアレンジを紹介しますので、例えばですけど、こう偏頭痛持ちだったりとか、あとはもうすぐ頭が痛くなってもう一日その髪型できないっていう方におすすめになってますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をスタート。まずはベイビーのヘアオイルを使っていきます。だいたい3、4滴、まあ4滴ぐらい出して全体的につけていきます。で、まあツヤをしっかりと出してくれるっていうのもあるんですけど、結構髪の毛のそのがつれたりとか、そういうのも少し防止してくれるので、なるべくしっかりとつけるようにしてください。次にブラシでしっかりと溶かしていきます。で、こうやってしっかりと溶かすことによってオイルが全体的に均等に馴染んでくれたりとかするので、しっかりと溶かすようにしてください。で、この時溶かした時になるべく表面の分け目がなくなるようにしっかりと後ろに向かって溶かしておいてください。次にだいたい耳後ろあたりぐらいでサイドとバックに分けていきます。これを両サイド分けます。次にこの分け取ったサイドの髪の毛ですね、これをしっかりと後ろに向かって手ぐしでいいので溶かします。で、ちょっと引っ張ってる状態で、反対側も同様に手ぐしでしっかりと溶かして、この髪の毛の上で一度交差させます。で、交差させた状態でこの真ん中の髪の毛の下にくぐらせていきます。ちょっと分かりやすいように真ん中の部分はゴムで、ダッカールで留めてます。で、さっきの髪の毛、こうくぐらした髪の毛ですね、を下でナイロンのゴムですね、ここで結んでいきます。で、このゴムを少しだけ下にずらして、ここに空洞をしっかり作りますね。で、空洞を作ったところにこのゴムの部分を下からこの空洞にくぐらせます。こんな感じ、くるリンパの反対バージョンですね、逆リンパをして、このまま毛先をギュッと縛りますね。そうするとここがギュッと締まります。で、ダッカールを外してちょっと整えていきますね。で、ここがペタッとしやすい方もいらっしゃるかなと思うので、この部分を持って少しだけ広げます。若干この丸みが出るぐらいで大丈夫かなと思うので、あんまりこう広げすぎないように、少しちょっと出るかなっていうぐらいで止めておいてください。最後にヘアクリップを斜めにつけて完成です。はい、ということでこんな感じで仕上がりました。まずポイントが、オイルをしっかりつけることによって髪の毛がちょっと滑りやすくなってつれを防止できます。で、普通にゴムを結ぶんじゃなくて、サイドの髪の毛を後ろの髪の毛に、巻きつけて髪の毛で髪の毛を結ぶような状態を作ってあげると、ゴムによるこう、なんていうんですかね、こう縛り付けみたいな圧迫がなくなってて、髪の毛とか頭皮が痛くなりづらいです。
あとはサイドの髪の毛を下からこう逆リンパをすることによって、襟足の部分がたるみづらくなってシュッとこう綺麗にまとまってくれます。こんな感じでやれば1日結構痛くなく、ヘアアレンジもできるかなと思いますし、なんかちょっとね連れてて、まあ天気が悪かったりとかしたらちょっと偏頭痛が出たりとかする方、ぜひこの方法で一度お試しください。ではこの動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。またコメントもたくさんお待ちしております。それではまた、さよなら。